でまたあれですか、90g と同じグラムで練ったんですか。違う、83g。 うわー、83と 8.3g、 うん、じゃあ91g ちょっと、ちょこっとお米ってだけ、なんか知らないけど83g。 それに見合う、まだ8383の効果剤があるってことでしょ。いっぱいあるんじゃん。ないよ。で、社長、前と後ろと両方塗るわけつもり。横は塗れねえよな、いくら腕打っても。じゃあ、あともう一回取ってこと、下手すと。もう二回かな。あ、もう二回いらんね。もう二回かな。もう二回いらないよね。この辺からサビが出るってことはないと思う。いや、それはわかんない。下にどんぐり入れてもらう。取るじゃないか。ああ、そういうことね。ここはほら、人間の目線が入るところやから。で、社長さ、その上塗ってるっていうのは、サーフェイサー塗る前にそれ、8383塗ってるってことは、意味合い何なの？そのまま上にサーフェイサーやるってことじゃなくて、この上にサーフェイサー塗りますよ。そうだろ。だって8383と8300の取材、うん、それ今塗ってるっていうのは、あ、それなんか意味合いあるの？その中間あるから塗ってるんですよ。どういう意味合いなんですか、教えていただければ。ハイブリッドのヘラ跡取り、うん、あ、そういうことなのね。それサーフェイサーでやるんじゃなくて、それでやるのわざわざ。いや、言うな、サーフェイサーで埋まんないもん。埋まんないよ。本当に埋まんないよ。だってサーフェイサー厚く塗ればいいだけじゃん。違うん。何ミクロン、それ厚く塗って、あの、ごってりさ、フリップで見てにサーフェイサー塗りゃいいじゃん。削りやすいし、ダメな。誰が削る？ダメな。いや、誰が削る？俺が削るでしょ。そりゃそうですよ。社長が削るなんて言ってやるけどさ、俺がまた骨折らないかもしれないからよ。そうなの。だからこれだとな、サーフェイサー薄くていいってこと？そう。作ってても言うけど、プラスチックになるサーフェイサーを2回拭くよ。それでもサーフェイサーを軽く研ぐか、で、きつく研ぐかで、作業性が変わる。違う。だから人が見て、あ、進んでねえなと思われてもいいんですよ。進んでますから。そうなんだ。じゃあ、作業的には一応楽になるという方法を、で、この8383のその塗装、塗布をやってるということでいいわけですか。いや、わかんないから教えてよっていうのは、教えてよって言ったら、真面目な時だよ、真面目な時。冗談言ってるわけじゃないんだよ。まあ、冗談僕、茶化されたから。違う違う違う。本当知らないから言ってるだけ。素人な、だって車は。ところどころ知ってるってだけで。ダイカストは製造大変だよっていうとことかさ。班長、家に労働者があるやろ。はい、あれ持ってこい今度。いやいやいや、あれはね、ホロかぶせて取ってあります、うん、30年後ぐらいにホロを取るよ。高橋さん言ってたよ。高橋さん、だってロードスターやっぱ気持ちがいいね、面白いね、楽しいねっつって言っとって、うん、高橋さんに、僕だから普通のロードスターじゃ面白くないでしょって言ってた。いやいやいや、走んないロードスターが一番いいですよ。お金もかかんないし、車検費用もないし。どこ行くんですか？事務所。デモネが気持ちよく受け入れてくれました。うわダメだよって、やめた方がいいよって。なんでかって言って、いやもう三菱でしょって、そんなに100万150万かけて売ろうと思ってももう2、3万ですよって。じゃあ違うの探すべって。
マニアックなんですよし。ホンダの1600GT。これ？クーペ。バカだ。何かって言って、そっちの方がねえよって言ってやった。あるけど思いっきり人気ないんですよ、あれは。ないんですか？あの丸め運動のこうなったやつ。人気ないですか？人気ない。そっちの方がなくて高いと思ってた。高いでしょうね。高いでしょ。うん、あれホンダクーペって言うんですよね。1600ですよね。1300万だ。あ、そうですか。なんか変わったの好きなやつばっかりで。俺も変わってますけど、材料も変わってますから。言わなくても分かってる気がする。でも面白い。変わった。いや、ほら。今から。なんだよ。いや、違う、これ、温めたから、あの、やるってなった。へこんだじゃん。あ、ほんとだ。あ、すげえ熱い。カメライトが犯されると。やっぱ熱いんだ。そうだね。あ、匂いがしてない。せっかくのサンプルを。失礼しました。いや、せっかくあのあれがついてたからさ、そうだ、固めてみようか。でも同じ形にへこむのって面白いですね。うん、大丈夫ですね。結構ね。あ、そっか、そこはプライマーだからか。うん、これはこの形状だから大きいじゃん。ちょっとそれ履いてみたらどうなるか。いやー、剥げないと思うんだよね。これと同じ向きだね、剥ぐと。で、どんぐりくっつけとるだけでしょ。そう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 。いや、だからアイボリー入れたからさ、あの固めて、固まるかどうか含めて、あ、やってみると、あったかいからやってみようかなと思って、今そこのところでやっただけ。ほら、枕高くして眠りたいじゃん、やっぱり。テストやけど、社長、うん、もう 10g ぐらいどんぐらいだらどうなるかね。何のこと？いや、もうちょっと緩くしたい。ああ、それはやっぱり緩くなりますよ。10g どんぐらいいるかな。次で さんの方がそのなだらかになる度合いは強いよと思ってるだけ。えらいね、土曜日の仕事はあれでちゃんとあれだ、やってるんだ。何を？うん、社長。うん、社長は仕事好きだから。あ、そう。自分が責任感が強いもん。まあね、なきゃできないしね。それで、
ああ、やっぱり日が伸びたね。5時15分前だもんね。うん、ちょっと前だったら5時10分前だから、もう少し経つと真っ黒になり始めるもんね。うん、で、中のメカは別枠でやるんですか？奥田社長やろう。いや、俺乗せるだけ。ああ、そうなん。で、もう動くんですか？いや、わかんない。うーん、わかんないけど、うん、あのメカはメカで、違うところに持って行ってもらったので、あ、はい、メカまでやんねえもん。まあ、そりゃそうだよね。っていうか、メカ好きなんから。うん。また別枠の仕事だもんね。で、ヒンジとかその辺とかみんな一応作動はするんですか？通常通りドアとかさ、含めて。うわ、ブラストかけて、もうヒンジが錆びるところもねえから、どんぐり派遣にしてプライマー。ヒンジとか固まったらもう目も当てられる。まあ本当だよね。で、一応あれだ、これで稼働できるような段取りかなっていうふうにはある程度あれなんだ、算定してるんだ。ちょっとこの上からさ、うん、サーフェイサー入れる前にさ、うん、思っとるのが板金する箇所あるじゃない、うん、そこの板金の穴のでかいとこはさ、うん、6、8日後のペーストを突っ込もうと思ってるよ。ああ、はい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 。どうですか、いいですか？いや、いいと思いますよ。アイロジルで作って、うん、固定さえそれでしっかりできてればいいことないと思いますよ。錆止めの効果もあるし、強度もあるし、両方。パテを厚く塗るよりか、エポキシ系をいっぱいボディにくっつけて。ああ、そうだよね。うん、あの安心感あるよね。がある。クラックとかね、あれとかが、収縮とかが。やっぱり収縮ですね、僕、クラック。ある程度、安心あるのは。自分でいじっててもやっぱりポリパテの、やっぱあのポリパテでポリエステルが入ってるやろ。はい、スチレンモノマン、溶剤。溶剤か。溶剤。だからあんだけ匂いすごいのよ。それがだって時間経つとやっぱ。社長こう見て。飛散するから。え？はいはい。焼け跡に入るよ。あ、はい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 。これが一番ベストなんだ。これがやりたいわけ。はいはいはい。ハケ跡に入るっていうのはその、うん、白いところがハケ入ってるところ、そうそう、ところ。あのハケ跡というこのヘラ跡、うん、はい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 。ヘラで下塗りしたじゃないですか。はいはいはい。あ、これね。はい。そのムラが取れない。あ、はいはいはい。本当はこの状態で塗りたいね。はい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 。やった後ね。はいはい。こんなに薄く塗りたいけどそんな薄く塗れんだよこの厚さが。はい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 。だけそうだよね。緩くしたいなって。うん。だから白パテなんかはこのボコボコのところ、白パテだったね。白パテなんかはこの凹凸のところ入っていくわけよ。それで建築屋さんも驚いてたわけよ。要するにゆず肌みたいなさ、金属のデコボコに入っていっちゃうのが白パテ。でタルクとかいくらパテ状にしても何してもそれはできないんだって知ってて。白パテキロいくら？白パテはキロいくらっていうのは高いけど、いろいろですよ。いくらですか？いろいろ。3000ぐらい？キロじゃないんだよね。あれ280g セットとか 70g セットなんだよ。だって280g セットでさ、83よりボリュームあるんだもん。へえ。じゃないよ。だって比重はポリパテの2分の1だもん。83の4分の1がポリ、あの白パテよ。セム、錆止め買えますか？なんだよね、勉強してる最中なんだよね。やっぱりこんなにね、あの使ってくれるお客さんってレアなんで、勉強してる最中なんです。なんでなんでって聞きまくってるんですよ。そうそう、材料がねえっすよね。うん、そうですね。動画バンバン撮ってもらえるけど、出演料はどうなってるんですかね。社長、俺だいぶ
失礼しとるやつ。なんかね、年が取ると耳が遠くなっちゃってね。えらいよね。白パテもいいね、でもね。白パテだから喜んでたんですよ。そのプロがいくら作っても、ああいうふうに、ゆず肌消すみたいに材料何年だっつうのが、そのだから横浜でやった時の建築屋さんの言い方だったんです。で動画がね載ってます。なんかかなり探すと、ほらこれこれ、この白パテのこのゆず肌が消えるんだよねっていうの、今さっきのご説明みたいによく分からせてくれるような。